おはようございます。今週も一週間頑張っていきたいと思います。編集の方開始していきます。それでは今から低酸素トレーニング行っていきたいと思います。お疲れ。きついっす。はい。はい。お疲れ。これ走りながら見てくれるの？これ。ラスト。いや暑いね、中インナーなしだともうエグいわ。トレーニングどうだったの？でも本当にここに通い出してからマジで試合で走れるようになったから、よろしければ皆さんぜひ利用してください。そうですね、本当にいいとこなんで、はい、ぜひ皆さん。今から海舟と翔太とジム行きます。いやここ綺麗だね、見た感じ。あ、桜って言った桜すげえ、これジムの入り口か。本当に？よし、よし、プレゼント持ってきたよ。マジっすか？はい、カフェイン。おー持ってる。おー、いや持ってないです。これあのトレーニング前にね、はい、飲むと力出てる。僕持ってそう、筋トレ30分前ぐらい飲むとまあ効果する。だからあと試合前とか、ね、いいっすか？え、何これ、もあ、もこれ何だろう。これグローブ持ってない。持ってないですよ。グローブ、グローブ。本来よりもここの痛みがないから筋トレ効果があるぐらい。マジっすか？レオさんもそうです。ありがとうございます。ナイス。最後太田さんの胸トレになってない太田さんの胸トレになってない。じゃあ後ほどいや絶対帰る。いや帰らないです、編集やっていきたいと思います。うぃ、楽しいな。で、伊豆丸水産行きますか。じゃあみんなで乾杯。乾杯が下手になるのかな、これ。ぽいよ。何よ、終わった。やめとまった。ほぼ溶けちゃったよ。ね、美味しそうだから、ほら。これから。いいね。あ、言わないでください、それ。じゃあ、お疲れ。じゃあね。バイバイ。バイバイ。家まで向かい。あ、すいません。はい、すいません。わかるよ、ね、あ、いつきだ。いやー、顔見れた。今日もいつきの顔。今日会えてなかったもんね。会えてなかったな、今日な。もう気持ち悪いな。お疲れ様です。お疲れ様です。はいはい、そうなんですね。あ、じゃあ、6月の下旬の方だった。はい、今練習場到着しました。これから頑張りまーす。おはようございます。おはようございます。おはようございます。5分経過しますと、若干時間がかかることがございます。若干時間かかる？若干なのか、超時間かかるのか。曖昧にしてますね、そこ。そこ曖昧にするの。キモすぎるだろ。キモすぎる。お前、裸だろ。俺がルーティンやってたら終わりだよ。マジでお願いしていい？今日ね、俺ね、電車なんだよ。あらー。じゃあね。お疲れ様でした。はいはい、そうっすよね。やっぱ2ヶ月前の、1日からは、はいはい、なるほど。で、これでズームの設定つなげて、レオザ学園の授業イベントありまして、YouTube につなぐっていう大事な役目を任されてるので、ちょっと今、ハラハラしております。食事を、取っていこうと思います。今日一日もうすっごい疲れました。はい。もう寝ます。はい、今インスタにアップする用のショート動画を、作成中です。はい、今度はですね、今日上がる動画の、サムネを作っていきます。トラブルありまして、今からいつきの家行くことになったらすぐ支度して家出ます。どういうことよ。俺が迎えに来て、俺のスマホでデザリングしてあげようとしたんだよね。したらね、上がってんな、アップロード。ウェイスウェイス、おはようございます。ドキュメンタリーの今日のドキュメンタリーが楽しみすぎてみんなでその話をしてました。何のシーンがあれだった、印象的だった。やっぱ、タッチライン間違えてた。誰いるな。お前、ユウヒ映せなくなるから、ちょっとマジで、頼む。お疲れです。お疲れです。いつきを送りたいと思います。ありがとうございます。この後ね、グランド撮ったりとか。そうね、あるから、楽しみだね。楽しみだね。え、なんで違うの。誰が楽しみなの。いや、そんなこと言うの。これが夜桜か、見えるこれ。あんま綺麗さがわからないね。足開く人なんだ。足開かないよ。足あれさ、普通だっけ。おはようございます。今日も一日元気に頑張ります。この練習会を、動画に出すかの判断を全体を見ながら、行っています。よいっす、よいっす。お前全然来てねえな。よいっす、じゃあ
聴者が混乱してるっていう。ドキュメンタリーの試合が僕とアイム君とドキュメンタリーでぐちゃぐちゃっていう。ぐちゃぐちゃ。僕今後12月とかの試合でしょ。ああいいね。なんか投げて。ありがとうございます。じゃんけんやろう、じゃんけん、ビブスじゃんけん。おいもん勝ちしようじゃ。おいがち。わかってないなマジで。そうだよ。じゃね。じゃね。じゃね。お疲れです。朝家まで送ろっかじゃあ。え、マジ？家まで？言ったね。うん、いいよ、全然いい。言ったね、うん。じゃあね、お疲れ。お疲れ。じゃあね。ただいま。ただいま。いきなり移されるの？おお。お久しぶり。お久しぶりです。お久しぶりです。あれ後ろの方は誰ですか？はい。彼氏になります。お願いします。なります。これからなるっす。これからもう彼氏です。報告に来たということ。もう彼氏です。じゃあね。じゃあ寝ます。お疲れ様です。今日試合などで早速着替えて行ってきます。はい。あよ。あれそんなシャイだっけ。今からイツキのとこを合流していきたいと思います。やってるな、いろいろ。お疲れ。今日どうすか、調子。今日っすか、はい、明日入社式なんでね。いや、そっか、非常に緊張した。お疲れ。お疲れ様です。はい、はい、そうです。取らない今イベントやってて屋台とかいっぱいあるから、ちょ、なんか飯食おう。行きましょう、行きましょう、行こう。ブロハン一つお願いします。はい、何食うの？何食おっかな。いや、決めてる人の位置だよそれ。その位置はもう決めてるよ。だいカレーとルーローハンの合わせ盛りでお願いします。ビローキッチンさん、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。あ、うまそう。うまい。じゃあまずカレーから。うまい。味濃くていいね、めちゃくちゃ。煮卵最後まで残してる人初めて見た俺。普通じゃない。最初に割らない。煮卵飲み食い。はい。いやーすごいっすね。散歩してみますか。あ、いいっすか。はい。すみません、僕髪でもいいっすか。あ、たわし頭の君ならぜひ。むちゃくちゃ言いますね。引きずる感覚っていうのはなんか可愛く見えてきましたか。あ、可愛くは見えてないですね。あ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃノリがいい。お願いします。じゃあ牛すじ煮込みでお願いします。新所沢にあるハイボールとコロッケとシューマイが名物のお店です。よかったら待ってます。ハイコロトンボさん。ハイコロトンボです、はい、皆さんぜひ行ってください。お願いします。はい、蓮の自由研究っていう名前でやってる。あ、俺です。ありがとうございます。あ、最高だわ。ネギと煮込みもつ煮と、うん、スープの相性抜群だね、もうこれ。マサオカ式やんけ。いや、次またありで、右の方ありで。これ、レオさんの忘れ物です。まだ行ってません。の拾ってくれんな。いやいや、そうです。ごめんな。ただ最後です。申し上げた。なんか自陣入るときは、俺が自陣入るときはあの裏のイメージで、敵陣入って押し込んだときは足元のイメージで全然いいです。かわいいよ、荷物戻してくれ。帰って頼む。そう、荷物運ばなくていいから。いや、ダメだ、大変だから。いつもやってくれてさ。お疲れです。お疲れです。お疲れです。あんまやってきてなかったじゃないですか、最近。もう前、あ、はいはいはい。で、僕はボールホルダーがもう蹴るだろうなと思ってた。あー、はいはい。これ多分違うところでずっと言ってたけど、コーチ2人いるのって大事だよ、はい、俺はずっとコンプとはそっちから言ってた、はい、お疲れ。お疲れした。じゃあね、おやすみ。はい、撮ってないね。うん、はい。
はい、という感じで、1週間終わったわけですけども、まあ、選手として、成長できた部分で言うと、まあ、クリティカルの、飛距離と精度が上がったなっていう印象あるんで、まあ、それは筋トレの部分だったりとか、体の使い方を自分で修正したりとかして、まあ、積み上げられたものなので、今後もそこは、伸びしろとして、捉えて練習していきたいなと思います。あとですね、まあ、今週の試合上がると思うんですけど、結構笠原さんに注意されるシーンが多くて、それが、戻しのコースをセンターバックとして作るっていうのが、もともとできてた部分であるんですけど、その感覚ちょっと薄くなってたっていうか、戻して後ろ作り直して横に揺さぶるっていうのが、まあ、できない瞬間あったりとかしたんで、まあ、そこは、以前自分ができてたことなんで、その感覚を思い出して、今後もやっていきたいなと思います。であとですね、まあ、最後シュアーボの選手として、自分では選手寿命は本当短いっていうことを自覚してて、シュアーボの選手っていうことを考えたら、まあ、J リーグ目指すクラブですから、1年単位、まあ、1ヶ月単位で本当選手が入れ替わったりとか、主力だった選手が今ベンチ外とか、そういうことがザラにあるんですよ。だから僕も1年前は、まあ、正直チーム内で、まあ、トップ3に入るぐらいの、まあ、実力あったりとか、まあ、中心選手だなって自覚はあったんですけど、やっぱオバ君入ってきて、村さん入ってきて、ね、アイム君入ってきて、マサさんも入ってきてっていう感じで、もっとプロだったりとか、まあ、プロに行けるんじゃないかっていう実力を持ってる人たちが今後も多分入ってくるでしょうし、多分その人たちと、レギュラー層になると思うんですよね。正直言って今の実力のままだったら、そういう人たちが入ってきた時に自分は負けると思うんですよね。もうこれは間違いないと思うんですよ。だからこそ自分が成長してって、その人たちを対等に争うぐらいの、まあ、能力持ったりとか、その人たちよりももっと優れた知性だったりとか情熱とかで、まあ、カバーしていくっていう必要があると思うんで、本当今後生き残っていくために自分の能力っていうのをもっと洗練して頑張らなきゃいけないなと思います。シュアーボーで戦いたくても残れなかった選手たちの思いも背負って、ピッチに立ってるっていうことはあると思うんで、今後もですね、責任持ってピッチ上で戦っていくために、ピッチ外の自主練とか、そういった部分でも、頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。